アメリカのグラム上院議員が、日本への原爆投下を正当化する発言を繰り返し、日本政府が懸念を強めています林官房長官は、極めて残念と述べ、長崎の被爆者からは、絶対に許せないなど、怒りの声が上がっています。 こうした発言が繰り返されたことについては極めて残念に思います。グラハム上院議員を含め、被爆の実相の正解な正確な理解を促進するため、普段の努力を行ってまいりたいと。林長官は、広島・長崎への原爆投下について、多くの尊い命を奪い、 病気や障害など言葉に尽くせない苦難を強いた人道上極めて遺憾な事態をもたらしたと指摘しました。その上で、核兵器の使用は国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないと強調し、こうした日本の考えをアメリカ政府やグラム議員の事務所に伝えたと発表しました。 グラム議員は8日アメリカ上院の歳出委員会の小委員会で広島や長崎への原爆投下を例示してイスラエルへの弾薬供与の必要性を主張していましたさらに12日にもテレビ番組で原爆の投下について正しい決断だったと発言していましたこの発言に長崎の被爆者は 無関係にですねたくさんの人たちが殺された、私たちにとってみると、被爆者にとってみると、許せない発言だ、戦後、もう80年近く経つけれども、長期にわたって多くの人たちがですね苦しんでる、その実態を無視をしたような格好で,で、すねあの原爆投下は正しかったんだと、そういうふうな発言は絶対に私たちは許すことはできないと。